はい、神川 TV のゴッドです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、Gガードの商品レビューとなっております。Gガードのね、売りといえば、この流動撥水ですよね。その耐久性はいかに？Gガードを使用してですね、1ヶ月後どのようになっているのかということまで話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。このチャンネルでは車が大好きなゴッドが車を運転する楽しさを訴えようといろんなことにチャレンジし、車に関することを発信しています。ぜひチャンネル登録していただき、応援よろしくお願いいたします。はい、どうもゴッドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、洗車場にやってまいりました。 Gガードという商品を買ってまいりました。こちらですね、1500円ぐらいで買えますんでね、洗車の方終わった後にですね、僕固形のねワックスでコーティングとかしたことないんですけども、ちょっとコーティングの方をねしてみようと思います。どうしてですね固形のワックスを使おうと思ったかと申しますとですね、見えますかね、ちょっと動画では分かりにくいんですけども、経年劣化で色あせがね出てきてしまっているっていうところがちょっと気になりまして ね、今後長く乗るのであればね、あの固形ワックスとか使ってね、ボディの方を保護した方がいいのではないかというふうに思いまして、こう見る限り色あせは分かんないんですけどね、結構綺麗な塗装な色してますよね。暑いんでね、まあ、こういうねソルティライトとかそういう水分をね取れるものをちゃんと持って洗車場には出かけてくださいね。洗車場大体あの両替がねあるとこはいいんですけど、ないとこはないんで、両替するためにもあのドリンク買ったっていうのもありますが、はい、スタートします。電量が車に向けてください。皆さん気づいた方もいると思うんですけど、ちょっとカメラの持ち方変ですよね。この時顎にね固定の方してたんですけども、顎に固定しながらね洗車するなんてまず無理ですよ。ちょっとカメラやりながらはきついな。一時停止できる時間がねたった3分間たった3分間の間にねカメラをセッティングするっていうね、大変でしたよこれ。これほんま危なかったですね。間に合わなかったらぶっ飛んでいきますからね。下回りの方もですね、ちゃんと洗って洗車していきます。もう終わるかな。この映像をね見て笑ったんですけども、完全なる変人ですよね。終わった。暑いわ。これから拭き上げしていきます。拭き上げしてんのはいいけど、タオルちっちゃくね。タオルがちっちゃい。大きいのが欲しい。カラスに笑われとるやん。はい、拭き上げの方が終わりましたので、初めて開けていきます。開けますとですね、スポンジの方が出てきました。開ける際のねコツとしては、このように角のところをね当てながらパカッて開けるととても開けやすかったですね。そしたら施工していきます。匂いはなんか普通のワックスって感じですね。つける量はなるべく薄くが基本だそうです。つけた後5分待ちます。5分経ちましたんでね、左上の方から拭いていきます。ボディはですね、左上、右上、左下、右下と4分割に分けて実施しました。こっから全部に施工していきます。今こんな感じですね。パッと見違いは分かんないな。こっからはですね、ずっと塗って拭き取るっていう作業の繰り返しになります。一番ですね色あせが目立ったのがボンネット、そして屋根になりますので、ここが一番やりたかったです。早く拭き取らないと拭き取りのムラが出ちゃうみたいですね。はい、今終わりました。
めちゃくちゃ疲れた。パッと見はちょっと違いは分かりません。分からないんですけど、ちょっとツヤが出たかなっていう感じはしますね。はい、早速ですね、接行後雨の方が降りました。撥水の状況としてはこのような感じでございます。さすが柔道性撥水ですね。水をよく弾いております。約1ヶ月後その方施工しましてですね、約1ヶ月ちょっと経ちましたんで、撥水の状態を確認しようと思います。なんかいまいち撥水が取れてるような気がします。施工当初はですね、すごい水を弾くような感じだったんですけど、全然弾かないですね。こうすぐ撥水の効果はなくなってしまうのかな。一番気になるのはこの屋根なんですよ。屋根ほら見てください、全然撥水してないんですよ。1ヶ月経ってこれですからね。あとはですね、結構ね、こんな感じで吹きムラがね、出てきてしまうんですよね、これ。しっかりと拭いたんですけど、吹きムラがこうやって出てきてしまう。施工終わった後はね、あんまこういう白いムラはなかったんですけど、急に出てきましたね。せっかくなので、いろんなところに水をかけて、撥水が残っているどうか試してみようと思います。ここはまだ撥水が残ってますね。場所によるんかな。こっちも残ってますね。場所によるのかもしれません。はい、最後まで見てくれた方におまけと。こちらですね、僕が YouTube をやる前の編集技術です。どうでしたか皆さん、僕の編集うまくなってますか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。はい、Gガードを施工して2ヶ月経ちました。やっぱりですね、サイドはまだ撥水の状況が残っていますので、やっぱり場所によって耐久性が違うのかなっていうふうには思います。よろしければ皆さんもお試しくださいね。後ろボンネット屋根前。はい、この動画が良いなと思ったらグッドボタン、そして横にあるですねチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。